妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、ドイツのケア90戦車。でっかくなったオートラさんこと、E75 さんだね。うむ。マップはエルハルフ、マッチングはケア8と9だね。それじゃあ初動は、トップ重戦車さんだし、北西の重戦車戦場にでも向かっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。味方さんの初動は、重戦車さんたちだけじゃなくて、重戦車さんも2両北西に向かってくれてるね。うむ。駆逐さんも T95 さんと T28 プロトさんが来てくれてるみたいだし、これはなかなかの戦力になりそうだね。いいね、お姉ちゃん。ただ敵を見ると、マッチングの時点でティア90戦車の数は2対3と負けてるし、駆逐さんも約 T ちゃんが南にいて、有利とは言い難い感じなので、初動は慎重に入るとしようか。了解だよお姉ちゃん。それに攻めるにしても、T95 さんたちと合流後の方がいいもんね。だね。む、アルパインタイガーさん、いきなりがっつり行ってるね。あう。でも私たちはそこの曲がり角で一旦止まるね。うむ。あくまでも初動は慎重に行きたいし、ここも対面のこの牽制ができるから、そう悪いポジションじゃないからね。ふむ。敵も重戦車は全車両がこっち。T33 もバッチリ来てるね。でも敵は中戦車さんが来ていないみたいだから、数は味方さんの方が多そうだね。うむ。それにいきなり敵 T13 を落とせちゃってるので、これなら隙を見て攻めに転じちゃっても良さそうだね。了解だよお姉ちゃん。む。777さんは防順横が見えててくれると貫通楽なんだけど、おでこは50ミリと、HEAT のないこの子だと強制長弾でちょっとあれなんだよね。あう。キューポラなら貫通可能みたいだけど、そちらは上下に薄いもんね。だね。でも味方さんの圧のおかげで引いたようだし、私たちは T33 とレネゲさんの相手と言っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。T95 さんがじわじわと進軍してくれてるから、その援護だね。うむ。そして今はまだ T95 さんのフォロー優先だけど、T95 さんがある程度のところまで進軍したら、今度は私たちも進軍しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ふむ。一発入ったし、フリと悟ってもう出てこないかな？とと、T33 が出てきちゃったか。でも T33、発砲せずにそのまま下がったみたいだね。うむ。私たちもいたし、T95 さんも正面向きだったから、部が悪いと思ったんだろうね。そしたらこの隙に私たちも前進、数に任せて北西の制圧に乗り出しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。まずは T28 さんを撃っちゃうね。うむ。ナイスショット大妹よ。敵が高い位置に留まるようなら、このまま狙い続けちゃおうか。よしよし、ナイス撃破だ味方さんだね。まだ右にはチェコ重戦車さんがいるけど、あの子はヘルス不足でもうろくに動けないだろうから、次は左の777さんたちを狙っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。でもちょっと T95 さんと被っちゃったね。むただ他に撃ちやすい子もいないし、これは仕方ないね。それより右の T33 たちは動かないようだし、このままキャリバンさんも狙っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ナイスショット大妹よ。そしたらお次は右の T33 とレネゲさんだね。右ルートは奥からの狙撃があれなので、正面から行っちゃうね。む。T95 さんも行くようだし、T33 は発砲したばかりだから、一気に押し込んじゃおうか。了解だよお姉ちゃん。よしよし、T33 のリロード前に落としてくれたのは、ナイス撃破だ味方さんだね。本当だねお姉ちゃん。このまま KV-4 さんに、ラムアタック込みで仕掛けちゃうね。むう、さすが KV-4 さん、ラムアタックはほぼ互角か。あわう。ナイス撃破だ妹よ。そしたらあとは圧倒的な戦力差で敵を倒すだけになっちゃうので、ちょっと早いけど勝利宣言とさせてもらっちゃおうか。やったね、お姉ちゃん。
成績発表。ヨダメ4550、キル数3、アシスト819、棒ダメ1470。スコアは1259でチーム内トップ、1バッジをゲットだね。今日のバトル、序盤は戦力差が少し不安で、フォローよりのポジションからの慎重な入りになっちゃったけど、出るべき時にスルスルっと出れる足のおかげもあって、ちょっといいとこ取り感もあったけど、最終的には結構いい感じのスコアになっちゃったね。あう。でもいいね、お姉ちゃん。収支は、ほぼ禁断オンリー運用だったけど、イベントのおかげで6万超えの黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。